シーズン10の開始から勝ち方がジャパンカップと同じような感じなんですけど、2敗の、これはアーロン・パカと思いきや、ちょっと違う。アメリカのイリノイ州のエッシーさん。パーティー、まずキャプチャーします。おにぎりキャプチャーで通常呼ばれるラプチャーというソフトで相手キャプチャーしてメモって対戦することに最近はしてます。で、相手のパーティーがテラキン、スイ君、ケシンボルトロス、レイジュランドロス、シリバナ、ヒードラ、メガワクがシリバナ。ヒートランが若干面倒い。テラキオンがいるからなんかディルから出したくなる。まあ、ちょっと怖いけど。リザードンな、どうなんだろう。熱風は打ちにくい。オーバーヒートもあれだ。岩タイプもいる。水タイプもいる。リザードンまだ通りにくそう。ミンフィア。サザンドラ。エッシさん、対戦よろしくお願いします。相手選出がボルトロス・テラティオン。ボルト、テラティオン、まあ、タスキかな。タスキだったらデンジャー悠々と落ちたいんですけど。で、まあ、メザコーリー打ってくる可能性はあるけれども、テラティオンをちゃっちゃと倒したいんで、草結び打ちたいが守ってくる可能性は、わからん。守ってきたわー、クソが。デンジャー、ひるんでくれ、ひるんでくれ。メザコリ打った方がよかった、ボルトロスに。おー、死んだ。あれ、生きてた。相手答え値低いのかな。テラキオン交代、交代しなかったとしたら倒せるか。ボルトロス先倒すか。達人の帯、あれ今ってどっちが威力高いんだ。90、135、120の達人の帯が 1.2 倍。メザパの方が上だった。いや、計算間違ったらすいません。てか、テラキオン居座るんかい。さっき言っても草結び通らないやつもいるから交代するかと思ったんですが、外したわ。なんか若干自分の立ち回りも怪しいな。どうなんだろう。とりあえずボルトロスは死んだから、ギルガラドは動きやすい。そんなこともねえじゃねえか。ドランクソきついな。まあ、イノちゃん玉かメガネとかだったらギルガラドが死にます。まあ、しゃあない。めっちゃ慎重に立ち回りされるな。身代わりを置けたか。身代わりを置けたわな。くそ。いかん、こんで次インファで縛られてサザンダがおつや。
すがにインパで死にそうだよな。ワンチャン耐えないかな。耐えないわな。耐久振ったサザンドルの方がいいのかな。CS 振り。じゃあボルトロス削られてるからあと罠なり外しぐらいしか期待できんしな。どうしよう。ワンチャン勝てるのはヒートラン、しびれ、熱風外し、ギルガルド身代わりを置く。とりあえずそれで。あら、ちょっと予想外の行動。あー、これやっぱ突破できんよな。しびれないかな。よっしゃ、ボルトシティ猫騙し成功。ヒードランでも倒せないよな。10万とシャドーボでヒードランなんか倒せない気がするんで、こうしよう。勝ち筋あるかな。半分入らない。お、ここ下がった。当たる。ボルトロス倒れて身代わりが壊れる。こっからだよな。こっから。ヒートラン交代してきて、ギガドレ、どれが一番確率高いんだ。禁止、回復量が増える。ヒートラン守る。ドリキ入ったら落ちや。うわぁ、ダメだ。これは勝てねえな。一応ちょっとだけ試してみるか。ね、やる意味ないか。これね、続けば続くほど削られるから、勝ち筋としてはなんだ。テラキオンを外し、不思議花ずっと麻痺して吸収入る。いや無理でしょ。あーもう慎重だな。天然立ち止まりとも言えるけども。でまあお通夜だな。これはこれ今なら当たっても死亡。はい、ダメでした。でもまあボルトロスの強さは再認識できたと。はい。
はい、石さん、大変ありがとうございました。